の印象で言うと、賀来さんはもうこうじゃなきゃっていう考えがまず大前提であるんですね。すごい厳しい、自分に対するそのすごいストイックな。で、僕全くそういうタイプじゃないじゃないですか、うん、なんですけど、それもひっくるめて受け入れてくれてるんですよね、うん、ダメな部分も含めて、うん、例えばこの人はこういう人、うん、それを含めて総合的に賀来さんはそれでもその人と組むか組まないかという判断をしていて、うん、で組むとなっている間はそれを全部多分許容してくれてるんだと思うんですよ、うん、もし僕がそこからいやもうこの人は組む相手としてはもうふさわしくないってなった瞬間、一瞬でその友達関係を含めて多分切られると思うんですよ、うん、でもなんか賀来さんに合うような言葉を言わないととか、うん、イエスマンにならないとっていう必要がそんなないそれはあるんだ、うん、作家としてはすごくある意味いい感じのテンションをしながらやりやすい相手だった、ね、はい、なるほどね。まあ、最初は友達として入っていって、はい、一緒に遊んでご飯食べて、うん、ある程度の関係を築いたわけじゃない、はい、で一緒に仕事をして始めた後とその前とその陽平と賀来さんの関係というのはそんなに変わらなかったわけね。そうですね。ただ、まあ、僕の中ではですけど、やっぱ散々すごいお世話になっているし面倒を見てもらってるので、うん、期待には応えたいなっていうのがあるじゃないですか、うん、その結果としてね、うん、その一緒に何か組んで、まあ、本なりお店なり何かをやるんであれば確実に結果を出していきたいと思っていて、でまず一旦その出版で売れる本を作ろうといった時におかげさまですごい売れたので、一旦すごいホッとしていて、で、まあ、他にもなんかお店を一緒にやろうとかそういった話とかもあるんですけど、そういうのも僕的にはすごい慎重になんか選んでるというか、一緒にやってね、なんかこううまくいかなかったねというエンディングは僕と賀来さんの関係の中では別にそういうエピソードはなくていいと思っているんで、うん、そういうのも含めて結果にこだわるっていうこととか、うん、まあ、そういうのがよりその関係性的に僕の中では強くなってますかね。なるほどね、うん、これだけ賀来さんのね、その内面っていうものをこの本で追求してるわけじゃない、こういった判断をしたり選択をしたりっていう、はい、その中で浮かび上がった賀来像っていうのかな、まあ、一般に持ってる学徒ってのはすごく、まあ、ストイックで孤高で、でまあそういうパブリックイメージとちょっと違うところっていうものを発見した。ああ、逆に言えば、うん、テレビで見てた学徒さんってなんか演出されてるキャラクターっていう印象があったんですね、うん、なんですけど、あ、まんまなんだっていう、うんうん、もちろんそのテレビとかよりも食事の時の方が明るかったりよく喋ったりとかっていうのはあるんですけど、根本で言うとそのまんまこう見せるためにとか、そういうよりも普段からそのテレビの賀来さんのまんま私生活を送っていて、例えばじゃあストイックっていうイメージもあって、なんでストイックなのかにもやっぱり賀来さんには理由があるし、うん、全てのなんか賀来さんがやることとか決めることっていうのにはそこになんか賀来さんの哲学というか美学、うん、まあ、メソッドみたいなものがちゃんと付随してついていて、それを純粋に実践していて、うん、でそれがあまりにも突き抜けているから、うん、テレビに出てる賀来さんをそこだけ切り取ってみても、圧倒的にちょっと変わったキャラクターというか、うん、本当にそんな人いるって思っちゃうぐらいな、うん、のものになっているっていう、うん、だからもう本当私生活も家とか見てもやっぱすごいですし、うん、生活とかも本当すごい、うん、その賀来さんが言うには、その例えばトレーニングを毎日3時間するっていうのも本当にやってるんですよね、うん、でも別にトレーニングだけをやってるわけではなく、例えば僕が昼ぐらいにもう抜き打ちのように賀来さんの家に遊びに行くじゃないですか、うん、でトレーニング終わった後とかだと賀来さん一人でプールサイドのところでソファーで、うん、携帯でずっと英語の練習してたりするんですよ、うん、Siri を使って一つの発音を何度も繰り返し言ったりとか、うん、でそういうのも普通にやってるんですよね、うん、で賀来さんの中では仕事も忙しいし、うん、いろいろあるじゃないですか、うん、でもトレーニング何時間とか英語の勉強をこうとかそういったものとかを一切怠らないんですね、うん、筋トレとか忙しくてそんなことやる時間なさそうに思いますけどっていう話を聞いた時に賀来さんが言ったのは、いやそれは忙しいからできないんではなくて、うん、その健康であったり肉体であったりトレーニングであったりに対するプライオリティが低いから、うん、
その時間を割いてないだけで、うん、みんな人間24時間で優先順位高いものからそれを確保すると、うん、で学徒さんの場合はその体であったり健康であったりトレーニングとかそういう勉強っていうもののプライオリティが高いから、うん、忙しい忙しくない関係なくそこに時間を割く、でやると決めたら絶対やると、今日は調子が悪いからとか風邪ひいてるからやらないっていうのもなくて、でそれを忙しいからできない、仕事が忙しいでやる時間がないっていう人は単純にそこを軽く見てるだけだと、その体の健康とかトレーニングのこととその重要性を理解していれば、単純に同じ24時間何時間どれに何を割くかっていうだけの話だからやるはずだと。でそれをじゃあ1日3時間トレーニングと例えば2時間勉強をやると決めたら、毎日それをやるかやらない、今日どうしようって決めるのは大変じゃないですか、うん、今日はやりたくないな、でもやんなきゃって毎回その自分を奮い立たせないといけないけど、学さんはもうやると決めたらそれを怠るという選択肢がまずないと、うん、かつ一日をどう組み立てるかでまず一日やってみよう、それができた、うん、あとはそれを繰り返すだけだから、一日の自分のライフスタイルをデザインして、あとはそれを繰り返すだけっていう考えなんですよ、うんうん、1日できるものはあとは ずっとできるもので考えてるんですよ、でそれをそのままでも実際実践するって、うん、なんかライブとかですごい大変な、うん、もう失神しちゃうぐらい疲れる日の朝とかも3時間ちゃんとトレーニングしてから、うん、ライブやってるんですよ、うん、そこまで普通ライブの日はさすがに忙しいとかもう体力的にも限界まで来るからトレーニングはいいじゃないですか、うん、でももうトレーニングはやるものって決めてるからやってるんですよね。そことかもなんか普通に考えたらね、なんでって思いますけど、もう学さんの中でもそういう決まってるんですよね。その学徒さんを突き動かしてるものって何だと思う？なんか学徒さんが言ってたのは、学徒さんが一番学徒を舐めてないというか、うん、学徒っていうのがその理想の自分でもあり、一歩3歩ぐらい先を行って走ってる自分らしいんですね、うん、でそこをずっと追いかけてるらしいんですよ。だからちょっとでもサボったら置いてかれて、うん、もうガクトじゃなくなっちゃうみたいなものが多分常にあると思うんですよ。それはパブリックなガクトじゃなくて自分とそうですね、ガクトとの取り決めなんだろうね。そうですね、うん、だから自分ガクトはこうあるべきっていうものがあって、うん、そこを全力で実現していくと、うん、ただそこに追いついた時にはもうその学徒はその先を行っているみたいなイメージですかね、うん、疲れないのかね。いや疲れないはずないと思いますけどでもそれ以上にその美学とかそういったものが強いんじゃないですか ね、 だからね、うん、その強さとか孤高さとかそういうのは分かるんだけど、孤独さとか寂しさっていうのはあるのかね彼に。ああ聞きましたね。やっぱ孤独だとは言ってましたよね。本人がその幸せの方程式みたいな感じで、うん、その何かが一つ抜けてるだけでも、例えばお金をすごい稼い成功してるとか稼いでるとかっていうだけでもダメだし、うん、そこには健康とかあと仲間とか、うん、そういったものがバランスが取れてないと意味がないっていうふうに言われて、すごいそれぞれを大事にしているんですけど、うん、でもで仲間とかそういう人間関係もすごい大事しながらも、うん、いつでもそれを切れる準備も してるんですよね、うん、なんかこう常に距離感を、うん、で依存は一切しないというかその人間関係に、うん、そこが自分にとってマイナスだと思ったらいつでも切れるような距離感は常に保ってる、うん、まあ、食事の時にはねそういうのは感じないですけど、うん、でもなんかその心の中では信用しすぎてとか依存しすぎて、うん、関係が壊れるとか裏切られるとか何か起こった時に学さんが人生がこう崩れちゃうってことがないように、うん、その人間関係とかもそういう距離感を持って付き合ってるっていう、うん、まあそれは孤独ですよね、うん、一人だけ心を許してる人っているのかね。会社の少数生みたいなその会社のスタッフの人たちのことはすごい信用してると思いますし、うん、あとはもう亡くなられた俳優の緒方健さんとかもすごいお父さんリスナーとしていたとか、うん、具体的にどの人が一番っていうのもそのジャンルによるんじゃないですかね、うん、そのビジネスパートナーとしてはこの人とか、生活としてはこの人とか、うん、そういうのあると思いますけどね、うん、この本を、まあ、作ってねたくさんの人が読んでくれてるんだけど、ここから、まあ、編集者出版社の陽平が学んでほしいものとか一番こう読んだ人がためになるものってのは短い言葉で言うとどういうところだと思う？
まあ、タイトルにあるとおり学徒の勝ち方っていうその結果にこだわるっていうことを、まあ、この本では、うん、説いてるんですけれども、ただそれは要因として自分が決めることの中に全てあるっていうような、例えばやるという一度やると決めたことを一切怠らないとか、普通なんか成功哲学とかってこういうふうにやったらうまくいったらこういうふうにビジネスが成功しますっていう、その第三者も関連して結果がこう生まれるっていうのがあるじゃないですか。ガクトさんの場合は自分が正しい選択とそれに対する怠らない努力をしていれば、正しい選択をし続けていれば必ず勝てるっていうふうに考えてるんですね。まあ、ポーカーと一緒で、その時の不測の事態でたまたまこのワンターン負けるってことはあっても別にそれはどうでもいいと、そこは逆に言えば悩む必要もないと、ただ楽だからとかそういう思考を捨てて勝つための正しい選択と努力をしていれば最終的には絶対勝てるっていう、それは別に相手が強いからとか関係ないっていう、全部はもう自分次第、自分との戦い、自分が決めることを怠らずやってるかっていうことが中であれしてる書いてあるので、結局自分のことは自分で決めれるじゃないですか。で、自分やるやらないも自分次第なので、なんかガクトさんだからできたとか、たまたまこういうパートナーがいたからとか、たまたま相手が弱かったからとか関係なく、ガクトの勝ち方の本質で言えば正しい選択とそれに対する圧倒的な努力を一切怠らずやり続ければ誰でも絶対勝てるっていうような本なので、そういう意味ではその才能あるないとか人脈あるないとか置かれた環境どうとか関係なく、それぞれの置かれた環境でやるべきことを正しい判断でやり続ければ絶対結果は出るよほらねっていうような、みんなに響く本内容になって、それは大学生でも一般のサラリーマンでもある程度学ぶことができることが書かれてる。そうですね、はい、ちょうど今日ガクトさんのトレーニング友達のミラリー君が来てるんで、ガクトさんの厳しさはより、ね、僕よりも知ってると思うんで、ちょっとね、呼びましょう。